12時半くらいのこと、天気がいい、病気になりそうなほど眩しい日差しの中、することもないから君と食べていた。でもまあ夏は嫌いかな、猫を撫でながら君はふてぶてしくつぶやいた。下の子の後を追いかけて飛び込んでしまったのは、光り変わった信号機ね、バーッと通ったトラックが君を引きずって泣き叫ぶ、チェンシマキの色、君の香りと混ざり合う、でもせっかえた嘘みたいな影の元素じゃないぞって笑ってる、夏の水色かき回すようなセミの根に全てくらんだ。した時計の針が鳴り響くデートで、今は何時、8月14日の午前12時過ぎくらいを指す、池にうるさいセミの声を覚えていた。でもさ少し不思議だな、同じ公園で昨日見た夢を思い出した。帰ろうか、道に抜けた時周りの人は皆腕を見上げ口を開けていた。落下してきた鉄柱が君を貫いて突き刺さる、全くひねりとクリーンの音が木々の隙間で空回り、わざとらしい影のが夢じゃないぞって笑ってる、暗い視界に君の横顔笑ってるような気がした。ひろこと